ルビセントは、ベンゼント、アントラセント、ベンゼントが、それぞれ2つずつの炭素同士の単結合で、連結された構造をしている、炭化水素の一種である。なお、CAS 登録番号は、179から61から5である。ルビセンの極限構造式。ルビセンの分子式は、C26H14。モル質量は326.3894である。 アントラセンを挟むように二つベンゼンが直接炭素同士の単結合で連結されているという構造から明らかなようにルビセンは分子全体の原子が事実上同一平面上に存在していることがわかるルビセンをニトロベンゼンから再結晶させることで得た結晶は赤色をしており形状は針上昇である常温、常圧でルビセンは固体であり その有点は、摂氏305度から摂氏306度ほどである。比較的分子量の大きな炭化水素であることからも、容易に類推できるように、ルビセンは、エタノールには溶解しない。ただ、ルビセンは、分子内に、ベンゼンと似た構造を持っているものの、ベンゼンに対しても溶解しにくい。なお、ルビセンは特殊な構造を持つため、その希薄な溶液は強い黄色の傾向を発する。 コールタール中などに存在する化合物の一つとして、フルオレンという化合物が知られている。このフルオレンを酸化クロムで酸化することによって、フルオレノンを合成できる。このフルオレノンにマグネシウムかカルシウムを作用させることによって、ルビセンを合成することが可能である。酸化クロムはいわゆる六ックロムであり、毒性が高いため取り扱いには注意を要する。 ルーベシンルーベシン CAS197 から61から5ハットルーベシン、ハット ABCDE 科学大辞典編集委員会、科学大辞典 QP855 協立出版1964年3月15日、発行 ISBN4 から320040236ルビセン科学大辞典編集委員会。 科学大辞典 8P31 協立出版1964年2月15日発行 ISBN4 から320040228科学大辞典編集委員会科学大辞典 9P855 協立出版1964年3月15日発行 ISBN4 から320040236ありがとうございます